ミマイナス9、マイナス9ドイツ民主共和国で運用されたミマイナス9、ミマイナス9はソ連の ML 未入り記念モスクワヘリコプター工場が設計した空中式通信機である。大型輸送ヘリコプターであるミマイナス8の派生型として開発された。北大西洋条約機構の用いた NATO コードネームではヒップ G と呼ばれた。ソ連軍やソ連空帝軍では 空挺部隊の指揮機として、ミマイナス4の空中式通信機型を開発したが、より優れた能力を持つミマイナス 8t が、空挺戦力の主力となったため、同程度の能力を持つ新しい空中式通信機を、完成する必要が生じた。まずはじめに、空中式通信機型ミマイナス4の運用経験を、元にミマイナス 8t の派生型となるミマイナス8。 VKP の初号機が1970年代初めに製作された。未マイナス 8VKP は空中式通信機を意味する未マイナス8ベスプーの名でも呼ばれた。この機体は何機かが製造された。この任務に使用される量産型機は当初未マイナス8、4と呼ばれ、後未マイナス9に名称を改められた。初号機は1977年に MVZ 右利にて完成した。ミマイナス9には電波及び電波中継用の専用装置を含む通信装置が搭載され、戦車部隊及び機械化部隊、そして航空士団の指揮機として運用されることとなっていた。改良型のミマイナス 8MT が完成すると、1987年にはミマイナス9の製造は終了し、代わってミマイナス 8MT を元にしたミマイナス19。 製造されるようになったまた、ミサイル手段用には 2-19R が製造された。なお、この機体の R はロケットを意味している。2008年1月現在、ウクライナの2つの省庁での現役が確認されている。運用機は2機で、外見からはどちらも機体の状態は良好に保たれていると見られる。 また、アルメニアのみマイナス9についても2007年現在で、保有する2期が現役とされる。ソ連連邦軍ウクライナ国家国境庁、非常事態省アルメニア空軍ドイツ、民主共和国国家人民軍航空軍、ドイツ連邦共和国ドイツ連邦空軍。ありがとうございます。